キナバタンガンとは、マレーシアサバ州サンカン渉にある町である。中心地は、キナバタンガン町に所在し、その人口は2010年時点で146,987人を数え、先住民であるオランスンガイが最も多く居住する地域である。現在の市長は、アリシンアリピンであり、主産業は、油屋市のプランテーション、木材産業である。 キナバタンガム川周辺の地域は、低地の熱帯雨林の植生や生態系が見られ、タウタ質である。湿地の多い、この低地は、ボルネオの固有種である、テングザルの生息地である。また、その他にも、5万トン洞窟等の著名な地が存在する。キナバタンガムには、ラムサール条約で保護されている7万8千ヘクタールに及ぶ土地が存在し、それは、 キナバタンガン川とセガマ川という二つのつながる川が2008年にキナバタンガン川セガマ川ラムサール条約湿地帯として登録されたものである。川岸のマングローブ林湿地とデータン地の熱帯雨林が珍しく見られる湿地として、この認定は重要なものとなっている。トータルポピレーションバイエスニックグループアドミニストレーティブディストリクトステートマレーシア2010 Department of Statistics マレーシア2014年5月3日閲覧ありがとうございます。